かわいい。フランスに住んでる友人が、私が今いるオランダに送ってきてくれた誕生日プレゼントです。入れ物もねマジで可愛くて、あとフランスのお菓子とかもたくさん送ってくれました。ありがとうレイちゃん。では今から、パンケーキを食べに行きたいと思います。おいしそう。怖っ。Yeah. You'll be richer than me very fast, I think. I know. Sure. You know. 神様。神の水。いただきます。
in, bum bum in, bum bum in. I'm the best, we the best. Nico. Oh, it's so good. It's so good. あのお姉さんさ、私たちここ来たの9月じゃん。よく私のことも覚えてたね。うん、アジア人めったに来ないからね。いるよ。本当？うん、中国人。あれでしょ、あの、なんだっけ、中華、チャイニーズ、インドネシアン料理の人。そう、で、ま、3つあるよ。おもろ。結構アジア系あるよ。ちょっとしかないと思う。ない。もう、あれが食べたかった。今日はどこに行くの？今日はマストリヒトに行きます。じゃあマストリヒトはどんな街？マストリヒトはね、なんか結構値段っぽくない。誰に行ったのっていう風にウィレムから聞きました。まあとりあえず今はなんか電車乗って、はい、後で説明しますね。はい、行きましょう。じゃあバイバイ。どうですか、初めての印象。うん、なんかちょっとフランスっぽい感じもあるけど、ほら僕ら全くフランスとかでもちょっとアメリカもうできてるんじゃない。確かに、なんかもっといろんなメキシカンカルチャー、カルチャーカルチャー。はい、お腹が空いたので次はカフェに来ました。めちゃくちゃ可愛い、本当にケーキがいっぱいで選ぶのに迷ったんですが、マストリヒトはこのパイが有名らしくてこのパイをいただきました。美味しかったです。で次にマストリヒトの中心部にある本屋さんですね、来たんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。マストリヒトに来たら絶対に行ってほしいあの本屋さんなんですけど、私も本とかお土産とかジャーナルとかもゲットしました。でこんな風に日本の漫画のですねセクションもやっぱり充実をしていて、東京グールですね。でなんか結構こういう風にずらっと幅広いセクションで展開をされていて、こちらは進撃の巨人ですね。進撃の巨人もあります。はい、そうですね、見てます。で結構ブルーロックとかの漫画もあったりしました。もちろんオランダといえばメフィもいるだけでしょ。メフィの本そんなんかみんな知ってないけど知らないかも。でもメフィもなんかオランダの名物ですよ。オランダのものだね。まあオランダのものっていうことですね。